ここは東京駅。ここの中にあるコンビニで万引き事件が起こり、万引き犯を捕まえた店員さんが犯人の抵抗に遭い命を奪われました。万引きされた商品の総額は550円で、たった550円相当の万引きが多くの人の人生を狂わせることになった事件です。それではどうぞ。2002年7月21日、JR 東京駅構内のコンビニエンスストア、サンディーヌエクスプレス東京センター店で、コンビニエンスストアの店長、桶田雅彦さん、当時33歳、が命を奪われた。桶田さんは、どうやら、万引き犯を追いかけて捕まえ、もみ合いになっているところ、相手に凶器で刺されてしまったとのことだった。犯人は逃げたが、東京駅構内ということもあって、防犯カメラや納入業者をはじめとした多くの人々に目撃されており、逮捕は時間の問題と思われた。ところが事件発生から2日後、親族に付き添われてやってきた男がいた。男の名は住所不定で、元水道配管工の無職、大森秀和。自分がやったと自首しにやってきたのだった。動機については、昨年12月に自動車盗で執行猶予付きの有罪判決を受けていたので、万引きで捕まれば間違いなく刑務所に入れられると思い刺したと供述。ちなみに犯行に使った凶器も万引きして手に入れたものだった。犯人の大森秀和、1968年に東京で生まれた。7歳の時、両親が離婚し、千葉県内の児童養護施設に入所。大森には弟がいたが、弟は祖母に引き取られることになった。大森は中学を卒業後、高校は受験せずに寿司屋で働いた。そして19歳の頃から都内の水道工事会社4年間ほど働くことになる。一緒に働いていた人によると、大森はおとなしい子で、毎日真面目に働いていたとのこと。しかしだんだんと手を抜くようになり、無断欠勤などを頻繁にするようになった。そんな大森も1994年に結婚し、娘2人が生まれたが、6年も経った頃に離婚。娘たちは妻が引き取ることとなった。離婚してからの大森は、誰がどう見ても明らかにおかしくなっていったという。離婚した翌年には再び水道設備会社で働くことになった。会社の敷地内のアパートに入居し、月給は30万円以上をもらっていた。会社の社長が言うには、勤務ぶりは真面目でした。毎月のように給料の前借りをさせてくれと言うから、3万円とか5万円貸してやっていた。金銭的には大変なんだなと思ったとのこと。勤務して2ヶ月後、大森は突然蒸発してしまう。大森のアパートの部屋では扇風機がつけっぱなしになっていて、荷物もそのまま。とりあえず警察には伝えておいたが、事件が起きるまで消息はわからなかった。一方、亡くなった桶田雅彦さんは、大森と年齢は一つ違うが、桶田さんが早生まれであるため学年は同じ。桶田さんは1988年4月、青山学院大学法学部に入学。大学1年の時からコンビニでアルバイトを始め、その後サンディーヌエクスプレス東京センター店の総括店長になった。桶田さんの父親は警視庁蔵前署の署長を務めていたエリート。桶田さんは仕事をしながら司法試験にも挑戦中の身だった。しかし2002年7月21日、事件が起こる。その日の早朝、大森は桶田さんの働くコンビニでパンとおにぎり、コーヒー牛乳、計550円相当の万引きをした。それを見ていた桶田さんは大森に声をかけると、大森は逃走。桶田さんはすぐさま追いかけ、大森を捕まえた。事務所に来るよう促し、大森もしぶしぶ従ってついていったが、突然暴れ出した。そこで揉み合った際、大森は万引きして手に入れていたナイフを使って桶田さんの腹部を刺した。桶田さんはその場に倒れ、
大森はそのまま逃げていった。東京駅で起きた事件ということもあり、新聞やニュースで防犯カメラに映った映像はすぐさま公開。そしてこの逃げる犯人にいち早く気づいた人間がいた。大森の弟だった。大森の弟は事件発生から2日後、大森の携帯電話に今立川にいるからと連絡。7月23日の午後5時過ぎ、 JR 田地川駅で待ち合わせることにして車で迎えに行った。駅に着くと大森はすぐに車に乗り込んできた。そして車でしばらく走りながら新聞を手渡し、これは兄貴じゃないのかと質問。そこには逃げる大森の防犯カメラ映像とコンビニ店員のオケラさんが命を奪われたことが書かれていた。大森は新聞を両手に持って、え、死んだの？知らなかった、全然わからなかったと絶句した。そして涙をポタポタ流しながら、大変なことをしてしまったとつぶやいた。大森は水道配管工の仕事を辞めてから消息がつかめなかったが、実際はホームレスとなっており、駅などで生活していた。そのためテレビや新聞のニュースも見ていなかったため、桶田さんが命を落としていたことを知らなかったのだ。大森弟曰く、会った時も大森は風呂に入っていない感じだったという。そして大森弟はとにかく自首しに行こうと兄に勧めた。とても勇気のいることだった。いくら兄とはいえ、ナイフで人を襲った人間、警察に捕まりたくないがゆえに弟ですら手にかけるかもしれない。大森は下を向いてほとんど黙り込んでいた。しかし逃げようとはしなかった。どうやら自首するのに迷いはなかったようであった。ところがすぐには田地川署に向かわなかった。大森はひどく動揺しており、ご飯もしばらく食べていなかったとのことで、コンビニでおにぎりを買って落ち着いてから立川署に自首しに行こうと思ったのだ。恐る恐る事件のことを聞いてみると、刺した時のことは真っ白でほとんど覚えていないとのことだった。立川駅で会ってから自首するまでの約2時間、兄弟はずっと車の中にいた。二人がこれだけ親密にしたことはあまりなかった。そして午後7時半、大森は弟に付き添われ、田地川署の玄関をくぐった。うなだれる兄に代わって弟が受付の署員に東京駅の事件で出頭しに来ましたと告げた。大森は今回の事件の1年前に自動車窃盗で執行猶予付きの有罪判決を受けており、また捕まれば刑務所行きになると思ったと犯行の動機を供述した。裁判にて大森は償いきれないことをしてしまったと反省や介護の念を口にし、そして命を奪うつもりはなかったと主張。弁護側はこれらに加え自首による減刑を求めた。これらが認められたのか、一審では懲役15年となったが、結果の重大性を重視した二審は減刑を適用した一審を批判。被告の言動からすれば謝罪や反省の態度が深いとは言えないとも述べ、無期懲役を言い渡すという経緯をたどり、上告が棄却されたため無期懲役が確定することになった。裁判中、桶田さんの遺族が謝罪の気持ちと我々遺族への思いを確認したい、素直な気持ちを話してほしいと大森に尋ねると、大森は今でも事件が忘れられず、どう償えばいいのか気持ちがまとまっていません、しかし命がある限りどういう形で償えるか考えていきたいと思いますと発言した。たった550円の万引きで一人は命を失い、もう一人は余生を刑務所で過ごすことになった。大森の生い立ちは確かに複雑ではあるが、途中まではしっかり仕事をしていたり、結婚をして子供まで育てていた。それがいつからか自堕落になり、ホームレスになるまで落ちていった。桶田さんは万引き犯を捕まえただけで命を奪われるようなことは何一つやっていない。33歳で
突然人生を終わらせられたその無念は察するにあまりある。550円で無期懲役となった大森が今何を思うのか。反省したところで桶田さんの命が戻るわけでもないが、やってしまったことの重大さくらいは残りの刑務所内で生きる人生の中で理解してほしい。